ワンゴールキーパー特別編。さあということで本日はですね、ゲストに浦和レッズ一筋16年鈴木啓太さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあということで、もう鈴木啓太さんがね、もうこのレッズでね一筋やっていただきまして、もう本当もうミスターレッズって過言ではないです。はい、それ福ちゃんに言うて大丈夫ですか。ああ、まあ全然福田さん大丈夫です。福田さん大丈夫です。出場試合数だってだからレッズの中で歴代2位ですもんね。そうですね、はい、ちょっとあの山田君がちょっとえげつない数字500試合以上出てますからね、ワンクラブで。本当にミスターレッズがいて、はい、さらにミスターレッズみたいなことなんですけども、辻田さんは地元は埼玉。そう、もう正確に言うと生まれ東京で、小学校まで東京なんですよ。で途中から埼玉の大宮に引っ越しまして、だ小学校までだからずっと野球しかやってなかったんですよ。で埼玉引っ越したら逆にサッカーしかしてないんですよ、みんな。サッカーどころで、サッカーは知ってたけどこんなやる、休み時間も放課後もみたいな感じで。こんなキャプテン翼がテレビで放送する前にもう漫画本が回ってきて、読め読めと、転校生読めって言われて、はいはい、読んで面白いねサッカーってっつって、でサッカー始める感じで。なんで、であとずっとダサイ玉ダサイ玉言われるわけで埼玉って、はいはい、そんな中に我が町のチーム浦和レッズができたわけです。浦和レッズダイヤモンド、それはね応援することになるんですよ。だからあの、うん、なんかそれ言うとなんか、え、だってプロ野球の西武ライオンズもあるじゃんなんて言われるんですけど、うん、はい、西武ライオンズって埼玉県でいうと所沢っていう場所で、あの我々から言うと後楽園球場行こうが近い、神宮ドームの方が全然近いっていう。そんな中ね、その J リーグは93年開幕するんですけど、はい、その前年にあの山崎ナビスコカップがあったんですよ、はいはいはい、でその時ももちろん見せたわけですよ。で、レッズ4位だったんですよ、はい、で、あ、レッズいけるわ、うん、J リーグも活躍できると思ったんですけど、うん、なかなかこう大変なシーズンをね、もう迎えることになるんですよ、うん、ずっとこうなんかお荷物な感じでね、うん、で、その時にあのレプリカユニフォームっていうのがこうね、販売されて、うん、はい、そしたらあの売ってたやつがですね、こう胸にレッドダイヤモンズっていうロゴが入ってるやつなんですけど、はい、選手それ着てないんですよ。お、だからちょっと選手のと違うから嫌だなと思った時に、当時 の, そのサッカー雑誌で、3名様プレゼントっていうのがあるんですよ、はい、その選手モデルというか。あ、でそれをですね応募しまして、でちょうどその時なんかねスペシャル番組で検証生活をしてる主婦の番組でしたんですよ、うん、たまたま見てて、その通りにハガキ書いたら当たりましたね。すごい。この初年度の、ああ、はい、こちらのユニフォームですね、はい、それナビスコの時ですよね。そうです、これナビスコです、ね、だから J リーグの開幕の時もみんなあの水野が、はいはいはい、ね、準チーム全部、ね、全部こう、はいはいはい、J リーグのチーム水野になったんで、これもプーマの、はい、これ最初の時ですね。懐かしいですね。ギャラン、あ、そう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 、三菱の車ですね。ギャランですね、はい、で本当はここがレプリカはレッドダイヤモンズって入ってて、ちょっと嫌だなと思って、はい、でもこれ手に入れましたね、はい、後ろのね、浦和の字ももうボロボロだった。すごい、はい、でもこれ持ってる人少ないんじゃないですか。少ないって。そうですね、この頃持ってる人多分少ないでしょうね。はい、すごい。で、まあ、J リーグ開幕するとね、こう水野になるんですね。はいはい、これですね、トレビソンのね、はい、そうですね、ルメニゲですか。トレビソンのこれも来てましたね。あ、来てました。これも来てました。そうなんです、はい、ディフェンスのね、ロン毛のアルゼンチン出身ね、はいはい、ちなみにあのここに持ってきたこれ全部僕の私物ですからね。そうそう、これも全部私物です。この辺もね、この辺も気に入っておりましたけどね、かっこよかったですね。でも啓太さんなんかどれぐらいの時だろうななんて思いながら、あ、アンブロ、はい、アンブロです。これね6番ですけど誰だか分かりますか。ペトロビッチですか。あ、違います、ね、違うんですね、はい、これはねギド、はい、ギドブフバルト記念の、はい、記念のユニフォームです。すごい、はい、これ高いやつですよね。高くはなかったですけどね。本当ですか、はい、ただもうテンション上がって買っちゃいましたね。買うやろな、絶対に。そうですね、もうこれ本当ね、嫁にどんだけぶち切られてるか。ちなみにこの時もですね、サインが入ってたとかね。すごい、はい、シンジさんと岡野さんとよく、ね、クーリオですね。あ、よくわかる。わかりますよ。すごいすごい、そうそうそう、僕が書いてたんですもん、それ。あ、そうですか、当時。最悪や、お前書けって言われて。これなんかね、番組で一緒になった時にユニオンも来てたんで、で、この3人来られて、収録終わってちょっとサイン書いてくださいって書いてもらったりとか、はい、もうこの辺もあったりとか。これは2004年、4年僕が一番好きなユニフォームこれです。あ、これですか、はい、あ、これもいいですね。これです、確かにね、これもボーダフォンかっこいい。そうですね、ボーダフォンでね、僕ね、このユニフォームがねすごい嫌いなんですよ。これなんですけどね、これいただいたんですけど、はい、これもサインが入ってるんですけどね。牧野、そうですね、牧野くんがくれたんですけど、はい、ここに
スポーツ界を一緒に盛り上げようって書いてあるんですよ、はい、余計なこと書くんじゃねえか余計な何だ、いらねえんだよ、余計なこといらねえんだよって恥ずかしいじゃねえかと思ってね、うん、まあ他もね、こんなありながら、すごいな、そうなんですよ。あ、ちなみにこれ、あの安倍ちゃんのやつもね、あ、はい、これ安倍ちゃんのやつも、あれ僕のがないなあ、でもこれは、ね、あのもらってるやつですから、選手から。あとこれも練習着とかね。あ、うん、じゃあ僕がお届けしてないっていうだけですよね。まあ、そうです。だから、あれですよ、安倍ちゃんとか牧野くんとかも買ってわけじゃなく、はい、ちょっとお仕事する機会やっていただいたんで、はい、よかったら今日ね、鈴木啓太さんのやつもね、あとね、そうだ、あの浦和レッズのアウェーの黒のユニフォームがあって、はい、はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、それが、うん、でそれ俺アウェーあんま買ってなくて、今すげえ欲しいんですけど、めちゃくちゃ値が上がってるんですよね、はい、メルカリとかで見る。でも多分一番人気というか、うん、一番かっこいいって言われてるユニフォームじゃないですか。そうです、あの黒のちょっと迷彩っぽいというか、はい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 、あれがすげえ欲しいんですけど、届きますよ明日ぐらい。うちにあったかなさあ、ということでね、本日はですね、啓太さんに来ていただいているのでですね、浦和レッズについてちょっとね、いろいろ語りたいと思うんですけど、このチャンネルはあのゴールキーパーに特化した番組なんで、うん、はい、ちょっとあの、うん、歴代の浦和レッズのゴールキーパーについてこう振り返ってみたいと思うんですけども、はい、はい、もうなんか思い出深いこうゴールキーパーの方とかっていらっしゃいますか。うん、まあ僕入った時は、はい、土田久さんと、あと、そうなんだ、はい、安藤さん、はい、西部洋平、はい、あ、西部さんがいたんですよ、はいはいはい、で、まあ、その後に山岸さんと鈴木さんというこの2人じゃないですか、はいはいはい、この2人がですね、めちゃくちゃ仲悪いんですよ。仲悪いですそれライバル関係でですか。ライバル関係もありますし、性格も真逆ですし、はい、同い年で、あ、そうなんだ、周りもこうちょっと気使うみたいな。あ、ありますね。鈴木特にあるんですよ、こいつ。あ、そうなんです。ガンバにいた時も僕は仲良かったんです、年離れてるんで、はい、やっぱライバルとか全く話もしないし、同世代のゴールキーパーの人とは、はい、全くもうコミュニケーション取らず、うん、はあ、じゃあちょっと前のおぼんこぼん師匠みたいな感じですね仲悪くてギクシャクして僕もでもあれですもん、 J リーグ開幕の時にも土田さんがゴールキーパーでいて、うん、もう同じ名前だったん でレッズのゴールキーパー、土田さんと思ってめちゃくちゃ応援してました、うん、はい、土ね、僕大学の時ずっと一緒だったんで、そうなんですか、選抜とかで、僕ちょっと下なだけなんで、土は、はい、ずっと一緒にやってる。久石さんの方が下ですか。下え、本当に今いくつですか。57、もうすぐ60、もうすぐ赤い、赤ちゃんちゃん、赤いのありますか本並さん、なんかあの印象的なゴールキーパーとかいらっしゃいますか。誰ですかね。でもまあ鈴木さんは鈴木もずっと一緒にやってたんで、ね、ガンバ時代、まあ、土も一緒にやってたんで、うん、西川選手もね、はい、あのすごくいいやつなんで、うんうん、1回ぐらいしか話したことないですけど、1回ぐらいまあ試合でちょっと前に、はい、解説前に話したけど、すごくいい選手なんで、まあ、西川かな、まあね、気になるのは川君、やっぱやっぱりこうキーパーの概念変えましたよね、うん、あの足元の技術と、ね、あとフィード、はい、彼に習って結構やってる高校生とか大学生いると思うんですよ。あ、全く怒んないんですよ。あ、仏なんですか。はい、だからゴールキーパーって普通ディフェンスが甘いプレーしたりすると、はいはい、怒るじゃないですか。吉勝とか怒りますよね、はい、で自分がこうセーブしても何やってんだって言うじゃないですか、はい、それなのに周作はこう打たれていいよいいよ大丈夫だよ心配するなみたいな。いや、逆にそっちの方が怖いやべえちゃんとしなきゃって思う。そうそうそう